体操便利スプラッシュトップ。あー、しまった、商談用の資料用意してくるの忘れた。スマホが。あなたが落としたのは普通のスマホ、それともスプラッシュトップが入ったスマホ？スプラなんだって。っていうか誰ですか？スプラッシュトップ、パソコンの遠隔操作ができるシステムのことよ。具体的にはこんな感じ。僕の会社のパソコン画面じゃないか。あ、しかもこいつ動くぞ。エクセルやパーポもサクサク使えるじゃないか。今会社の PC どうなってんだ？勝手に動いてるわよ。デバイス側はあくまでコントローラー、動かす方のパソコンにできることなら何だってできちゃうの。もちろん PC、タブレットからも操作可能。導入&設定や各機能の権限管理まで超簡単なのによ。なんてこった、会社の PC で資料を作ってスマホを経由せずに転送できちゃったぞ。もし端末紛失しちゃってもデータの流出防げるじゃん。これさえあればもう会社なんてなくてもいいんじゃないか。会社自体はなかったらダメでしょうよ。あと利用者の声も聞いて。スプラッシュトップで工場内 PC を管理しています。生産管理システムの状況をどこからでも確認できるため、現場の人員配置は最小限で事足りるようになりました。 Win、Mac、iOS、Android 対応なので幅広いサポートが可能に。画面を共有することで原因特定から問題解決までスムーズに進み、お互いのストレスも減りました。契約書や個人情報などの機密性が高いデータもオフィス PC をリモート操作すれば外部にデータを持ち出す必要なし。操作する端末にもデータが残らないので安心です。オフィスの PC 作業が全て自宅で対応できるので、トラブル時の緊急出社が激減。子どもの急な体調不良の時などもリモートワークでそばにいられるから助かりますね。なるほど、幅広い業種で活用されているんだな。よし、僕も働き方を劇的に改革してやるぞ。じゃあこれ、あなたが落とした普通のスマホ、そっちは返して。え、スプラッシュなんとかは無料体験版がウェブからダウンロードできるわ。気に入ったらぜひ導入してね。営業。